皆様こんにちは、山芋です。はい、原神やってますか皆さん。今日は原神のガチャを40連分と原石の集め方をご紹介したいと思います。私は今冒険者ランクが9まで来てるんですが、やっぱりなかなか上がりません。このゲームマルチが冒険者レベル16まで上げないとすることができません。なかなか大変です。最初なのでたくさんガシャが引けるようになっているんですけども、これからは原石を集めないとなかなかガシャが引けません。無課金だと大変です。まず宝箱を開ける。ワープポイントを広げていく、レベルを上げる。他にもいろんな方法で原石が集まるんですが、なかなか難しいです。で、最初に何も訳が分からず30連引きました。そちらの方を見ていただきたいと思います。なんか今間違って引かなかった？合ってます？これ。これなんだろう？分からない。スターダスト、当たりました。星3、武器。星3、武器。星3、武器！星3、なんか。星4、技巧？なんだろう、読めない。女の子が当たったのは、当たりじゃない？ 3。で、ノエル確定、星4。星4の、行衆。男の子だよ。星3、弓。いいんじゃないでしょうか。多分ね。多分だよ。詳細。これ当たったやつ順番出てくんのかな？どうやったら、物語？一個一個物語があるの？あ、触った出てくる。この人強そうだったよ。ねえ、かわいい。足、うわ、セクシー。めっちゃセクシー。かわいい。行幸さんかな？なんかキャラクターは全員星4なんだね。かわいい。いいですね。少年男の子だ、この子。ありがとうございます。では、ジンさんとディルックさんが当たるかもしれないやつを引きたいと思います。6個足りません。原石960個使って購入しますか。ちょっと OK って押してみたらどうなの？今何が減ったの？弓、星3、武器、本でした。また弓だ。あ、星4の弓だ。ありがとうございます。星3の剣、星3のなんか、これは3ばっかり。4は1個出ましたよ。きついですね。同じの重ねれないのかな？ということで30連引いたんですが、30連目はなんかボタン間違えてポーンって押しちゃって、ババババッとガシャが出ちゃって何のガシャ引いたかもわからないんですよ。
で、今、原石が1336個あって、あとはもうね、引けないんですよね。足りなくなっちゃって、もう何を何引いたかわからないみたいな状態なんですけども、とりあえずこのマイナス 20% のやつがもう一回引けるので、引いちゃいます。では、こちら、最後の40連目。なんか光ってるのは1個あるけども、3。ありがとうございます。サクサクっといきます。3。弓が多いんですよね。全部弓なの。同じのばっかりだ。剣。3。3。渋いですね。本当にガーシャが渋い。おっと？行衆さん今持っている方かな。3。3。持ってるんだね。ということで、変換。変換を何に変換？そうか。これと変換、どっちかなのかな？変換。星3、星4の武器ばっかりなので、ちょっと完全に強化しないと、なかなか敵が倒せなくて、ちょっと大変です。で、冒頭で説明したところ以外にも原石がもらえるところがあります。メニューのところの、アチーブメント。ここを押すと、なんと原石が手に入ります。ミッションみたいな感じでクリアしていくみたいです。何個かだけね、やっていたみたいで、達成できたみたいで、もらっているのがありました。どうしても、あとちょっとで引けるよっていう時は、こういうところを狙っていったら、溜まるかもしれません。あと、冒険の書。ここも押すと、原石がね、50個とかも手に入るようです。一章で私も50個ゲットしましたね。で、今ここまでやってるのかな？何をするかわからなくなった時もここを見るといいのかもしれないですね。頑張ってマルチができる16まで上げて皆さんと遊びたいので、レベルが上がったら一緒に遊んでください。まったり進めていきます。年内にはレベル16に行きたいです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またねー。